今日はパエリアを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はパエリアを作りたいと思います。はい、ということで今回は冷凍のシーフードミックスを使って手軽に作れるパエリアレシピをご紹介します。さらにですね、フライパン一つで作ることができるのでとても手軽に作れると思います。ところどころ作り方にポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。今回少し材料が多いので具材系とあとは調味料系で材料のご紹介を分けていきます。まずね、具材系の材料をご紹介します。材料はこちらです。シーフードミックス、お米、玉ねぎ、パプリカ、ホールトマトの缶詰、ニンニク、アスパラ、イタリアンパセリ、こちらの材料を使っていきます。まずですね、今回手軽に冷凍のシーフードミックスを使っていきます。シーフードミックスもいろんな種類があるのでお好みのものを使用してみてください。そしてお米ですね、こちらのお米は今回洗わずに使っていきます。なので米ぬかの匂いが気になる方は無洗米などを使っていただくといいかなと思います。あとは上に乗せる具材としてはパプリカとアスパラガスを使っていきます。こちらをですね、お好みのものを使ってください。そしてその他の調味料などの材料をご紹介します。材料はこちらです。白ワイン、お水、オリーブオイル、顆粒コンソメ、鶏ガラスープの素、塩、サフラン、塩、コショウ、こちらの材料を使っていきます。まず今回の味付けのポイントなんですが、鶏ガラスープの素と顆粒コンソメ2種類使っていきます。こちらを両方使っていただくことで2つの旨味が加わってとても美味しい仕上がりになります。もし両方ない場合はどちらか片方だけでも OK です。今回2つ合わせて小さじ2杯なので片方だけ使う場合は小さじ2杯使ってください。あとパエリアにはサフランといってこういった香辛料を使っていきます。サフランを入れていただくと色鮮やかな仕上がりになります。もしね、こういうサフランがない場合はこちらターメリックで代用していただけます。その場合は小さじ1杯ほど使ってください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずこちらの冷凍シーフードミックスを解凍していきます。解凍のやり方にもポイントがありまして、まずですね、これをボウルに入れます。そしたらね、これが全体浸かるぐらいですね、たっぷりのお水を入れてください。このようにお水を入れたら、ここに分量外ですが塩を小さじ2分の1ほど入れます。全体を混ぜましょう。このように塩水で解凍させることによってとてもプリッとした仕上がりになります。さらに少しね、生臭さも取れるので、ぜひこの方法で解凍してみてください。ではね、こちらこのまま解凍させます。はい、こちら解凍が終わりました。そしたら一度さっと水洗いして、そしてザルにあけます。こんな感じです。ザルにあけたらですね、こちらの冷凍シーフードミックスはしっかりとキッチンペーパーで水分を拭き取ってください。そうすることで生臭さを取ることができます。はい、シーフードミックスの準備はこれで OK です。こちらを使うまでこのまま置いておきます。それでは続いて野菜を切っていきます。まずね、パプリカから切ります。パプリカはね、お好みの大きさや形で切っていただいて OK です。まずね、こちら半分使います。今回赤と黄色で2分の1個ずつ使っていきます。そしたらこのヘタを取ります。半分に切って、あとはね、この綿の部分ですね、こちらを切り落とします。種もね、取り除いてください。はい、そしたらね、こちらお好みの大きさに切っていきます。このように細長く切っていただいてもいいですし、あとはね、ランダムに切っていただいても大丈夫です。今回私はね、このようにちょっと三角になるようにね、切ってます。はい、こんな感じです。ではね、赤い方も同じように切っていきます。こちらもまず半分に切って、そしてヘタを取ります。これも半分に切って綿の部分を取り除きます。はい、でこちらも同じように切っていきます。まあ、パプリカの大きさはね、両方合わせていただくといいかなと思います。はい、パプリカの準備はこれで OK です。続いて玉ねぎです。玉ねぎはみじん切りにしていきます。みじん切りのやり方はお好みのやり方でやってください。はい、では切っていきます。は
い、玉ねぎはこれで OK です。このようにみじん切りにしてください。では続いてアスパラです。アスパラはまず根元を少し切り落としてください。こちらは乾燥してるのでそのまま捨てましょう。アスパラはですね、この根元の部分の皮が硬いので根元の部分だけピーラーで皮を剥きます。大体根元6、7センチぐらい皮を剥いていただければ OK です。あとはね、食べやすい大きさに切っていきます。アスパラは斜め切りにしていきます。はい、アスパラはこれで OK です。続いてニンニクです。ニンニクはまず半分に切ります。そしてニンニクの芽を取り除きます。こちらですね、これはですね、えぐみの原因だったりとか、あとは焦げやすい部分になるので必ず取り除いてください。はい、でニンニクの芽を取ったら、あとはみじん切りにしていきます。はい、ニンニクはこれで OK です。それでは魚介類から炒めていきます。今回使うフライパンは直径が26センチのフライパンです。今回の分量で作るときは26センチぐらいのフライパンがおすすめです。それではまずフライパンにオリーブオイルです。そして火にかけます。火加減中火で、まずねオリーブオイルをフライパン全体に回します。はい、そしてね30秒ほど温めたら魚介類を入れていきます。そしてまずね魚介類だけ炒めていきます。全体に広げて、あんまりね動かさずに焼いていきます。そうすると焼き色もついて香ばしい仕上がりになります。ちょっとね塩コショウで味付けをしましょう。焼いていきます。ちょっとねパチパチ弾く時があるので火傷しないように注意してください。そしたら裏返します。このように裏返して30秒ほど焼いたら、こちら白ワインを加えます。はい、そしてこのままで大体1分ぐらいですね、魚介の旨味をね白ワインに移しながら、かつ白ワインのアルコールを飛ばしていきます。火加減はね中火から弱めの中火ぐらいで OK です。白ワインを入れる時に結構湯気がバーッと出るので火傷しないように注意してください。あとね換気扇も必ず回してね行ってください。はい、OK です。そしたら火を止めます。そしたらですね、この魚介類とこの白ワインを分けていきます。ザルを置いて、一度こちらをザルに開けます。はい、このようにザルに開けてください。しっかりと水分を切ります。はい、でこちらの魚介類は使うまで置いておきます。そうしましたらですね、ここからがポイントです。今回使うサフランですね、この温かい白ワインの中にサフランを入れていきます。そうするとね黄色みが出やすくなります。これで一度混ぜましょう。はい、で今ねちょっと混ぜただけでもかなり黄色くなったの分かりますかね。こんな感じになります。温かいものに入れるとねよりこう黄色みが出やすくなるので、必ずね温かいうちにサフランを入れて使ってください。ではねこちらは使うまでこのまま置いておきます。それではね先ほどのフライパンそのまま使っていきます。ここにまたオリーブオイル大さじ1/2ぐらいですね入れてください。そして火にかけます。今度はね上にのせるお野菜を炒めていきます。ちょっとね魚介の旨味も残しつつね炒めていきたいと思います。30秒ぐらいオリーブオイルを温めたら具材を入れます。そして炒めましょう。この時もね塩コショウで軽く下味つけます。で炒めます。火加減ね中火ぐらいで OK です。こうやってね最初に油でコーティングしていただくと色のね退色を防ぐことができます。はい、OK です。このくらいですね、まあ、大体1分ぐらいさっと炒めてください。アスパラを見てアスパラに8割ぐらい火が通ってたら取り出します。はい、これで OK です。ではこちらも使うまで置いておきます。そうしましたらねまたフライパンをこのまま使っていきたいと思います。今度はですねフライパンにオリーブオイル大さじ1ですね入れます。今ねフライパンもまだ熱い状態です。なのでこのまま使っていきます。まだ火にかけてない状態です。ここにニンニクを入れます。ニンニクを入れたら火にかけてください。そしてニンニクの香りが出るまで弱めの中火ぐらいで炒めていきます。ニンニクは焦げやすいので焦がさないようにだけ注意してください。もうフライパンも熱いので結構早く香りも出てきます。香りが出てきたらここに玉ねぎを加えます。そして塩コショウですね炒めます。
さっとオリーブオイルが回ったら一旦火を止めます。ここからがポイントです。こちら洗っていないお米を入れていきます。お米は一度洗ってしまうと水分を吸収してパエリアの旨味が入りにくくなってしまいます。なのでこの洗わない状態で入れていただくことでしっかりと旨味を吸収してかつパラッとした仕上がりにすることができます。なのでこちらをねこのまま入れていきます。そしたら火にかけます。火加減弱めの中火ぐらいです。このままねだいたい4分ぐらいねお米を炒めていきます。しっかりお米にもオイルをコーティングしてください。そうすることで最後仕上がった時にとてもねパラッとした美味しい仕上がりになります。ここでねしっかり炒めないとお米の芯が残ったりするのでこの炒める作業は必ず行ってください。火加減はね弱めの中火から弱火ぐらいで調整しながらね炒めてください。はい、今4分ほど炒めました。このぐらいねしっかりと炒めてください。そしたら一度ね火を止めてください。そしてねお米を一度端に寄せてください。端に寄せてちょっとフライパンの手前を開けてここにホールトマト缶を入れていきます。これで潰します。まだね火をつけてない状態です。このトマトの缶詰なんですがホールタイプがないときはカットタイプでも OK です。ただホールトマトの方が旨味があるのでホールトマトがあればホールトマトを使っていただくのがおすすめです。そしたらねこんな感じで潰してください。火にかけた状態でやると焦げ付いてきてしまうのでまず潰してからね火にかけていただくといいかなと思います。このぐらい潰せばいいかな。そしたらフライパンの位置を少しずらしてトマトメインに火がかかるように火にかけます。このままですねちょっとトマトを炒めていきます。そうすることでトマトのねツンとした酸味が抜けて旨味がギュッと凝縮されます。ちょっとねひと手間ではあるんですけれどもこうやっていただくとね旨味がアップするのでぜひやってみてください。火加減弱めの中火から中火ぐらいです。はい、で大体1分半ぐらい炒めたら元に戻します。そうしましたら火を止めます。そしたらですねこのご飯の方に置いておいた魚介スープを回しかけます。そしてここにお水ですね今回 450ml ですね入れます。そしてここに顆粒のコンソメそして鶏ガラスープの素あとは塩これをねまず混ぜましょう。火にかけてない状態なので焦らなくて大丈夫です。全体をねよく混ぜてください。はい、よく混ざったら一旦火にかけます。火加減は中火で一度沸騰させてください。この時も時折混ぜながらね加熱していきましょう。はい、今ね沸騰してきました。沸騰したまま大体1分ぐらいこのようにしていきます。そうするとねだんだんとろみがついてきます。このように全体が沸騰してきました。もう少しね水分を飛ばしたいと思います。はい、OK です。ちょっとねこのようにシャバシャバ感じゃなくてとろーっとした感じになったら火を止めてください。時間で言うとねだいたい沸騰してから1分から1分半ぐらいね加熱していただくといいかなと思います。お米の表面が少し出るぐらいです。そのぐらいになったらこちら魚介類を置いていきます。この置き方はねお好みで OK です。はい、こんな感じです。魚介類を置いてるうちにね結構お米がね水分を吸っていきます。まあ置いてる時はねちょっと時間がかかるので火は必ず止めてください。置いたらですねちょっとねこう魚介類をねこう押し込むイメージですね。そうしましたらここに蓋をします。そして火にかけます。このまま弱火で12分じっくりと加熱していきます。時折ねちょっと焦げそうだなと思った時はお水をね少し追加してみてください。はい、12分経ちました。そしたら一旦火を止めます。そしてね一度蓋を開けてください。はい、こんな感じです。蓋を開けたらですね最後パプリカをね一度トッピングしてください。8割ぐらい火が通った状態で取り出してるので最後蒸らしながらね一緒に火入れしていきます。はい、でこちらのアスパラガスに関しましては一緒に蒸らすとねちょっと色が退色してしまうので一番最後にトッピングします。そしたらねもう一度蓋をして蓋を開けてしまったのでもう一度一旦火にかけて火加減弱めの中火ぐらいです。ちょっとね温めます。少しねパチパチパチっと音がしてきたら火を止めてください。だいたい1分ぐらい加熱してください。あとはこのまま蓋を開けずに10分蒸らしていきます。そうすることでしっかりと芯まで火が通ります。ではこのまま置きます。はい、10分経ちました。蓋
蓋を開けます。こんな感じで美味しそうに仕上がってます。そしたらですね、最後火にかけて強火で一気に加熱して、下におこげをつけたいと思います。では火にかけます。強火で OK です。鍋肌の部分がパチパチするまで加熱してください。はい、OK です。今鍋肌の部分と、あとは底の部分ですね、全体的にパチパチしました。そしたら火を止めます。最後ですね、残しておいたアスパラをトッピングしてください。はい、これで完成です。あとはですね、イタリアンパセリと、分量外ですがレモンを乗せて仕上げたいと思います。はい、これでパエリアの完成です。こんな感じに仕上がりました。このように色鮮やかで美味しそうに仕上がってます。お米もふっくらとパラッとした仕上がりになってます。はい、そしておこげもこのようについて美味しそうに仕上がってます。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。魚介の旨味がたっぷりで、すごく美味しいです。そしてお米もね、中までしっかり火が通って、さらにパラッとした仕上がりになってます。このおこげも最高ですね。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のパエリアのポイントです。まず今回作ったパエリアなんですが、冷凍シーフードミックスを使って簡単に作りました。この冷凍シーフードミックスなんですが、解凍するときに塩水につけていただくと、プリッとした美味しい仕上がりになります。ぜひね、塩水でやってみてください。さらにその後一度さっと洗っていただいて、そしてその後キッチンペーパーでしっかり水分を拭き取ることによって、臭みも取り除くことができます。そしてお米なんですが、パエリアを作るときはお米は洗わずに調理するようにしてください。というのもですね、お米は水分を吸収しやすくて、一度お水で洗ってしまうと水を吸収してしまって魚介の旨味が入らなくなるのと、あと味もぼやけてしまいます。なのでお米は必ず洗わずに使うようにしてください。もしぬかの匂いとかが気になる場合は、無洗米を使っていただくといいかなと思います。そして今回入れたパエリアには欠かせないサフランなんですけれども、こちらはですね、スーパーには売ってるんですけれども、ちょっとねお値段が高いので、手軽に作りたいなっていう時はターメリックで代用していただくといいかなと思います。その場合は小さじ1杯ほど入れて作ってみてください。このねターメリックを入れるタイミングなんですけれども、炒めたお米に水を入れるタイミングで一緒に入れていただくといいかなと思います。そして今回はですね、鶏ガラスープの素と、あとは顆粒コンソメを加えました。この2つの出汁を加えることで旨味がアップして、とても美味しい仕上がりになります。もしねどちらか片方しかない場合は、片方だけでも大丈夫です。その場合は小さじ2杯入れてください。そして作る工程のポイントなんですけれども、まず最初に魚介類を炒めてください。魚介類をさっと炒めたら、白ワインを加えて魚介の旨味を移してください。その後魚介類を取り出していただいて、出た出汁汁が温かいうちにサフランを加えてください。そうすることで黄色い色味が出てきます。続いてお米なんですけれども、お米は必ずしっかり炒めるようにしてください。オイルコーティングしてしっかり炒めることで、パラッとした美味しい仕上がりになります。そしてその後ですね、お米を半分に寄せてホールトマトを炒めてください。そうすることで旨味がギュッと凝縮されます。今回はホールタイプのトマト缶を使ってるんですが、ない場合はカットタイプでも大丈夫です。ただですね、ホールタイプの方が旨味があるので、おすすめはホールタイプです。しっかりお米を入れて、そして水分などを入れたら、蓋をして弱火で12分炊いてください。その後ですね、一旦火を止めて上にパプリカを乗せて、そしてもう一度蓋をして少し加熱してから火を止めて、その後10分蒸らしてください。このように最後蒸らしていただくことで、お米がふっくらとした仕上がりになります。そして蒸らし終わったら、こちらが最後ね仕上げなんですけれども、強火でおこげを作ってください。そうすることでとても香ばしくて美味しい仕上がりになります。最後ねアスパラなんですけれども、アスパラは加熱しすぎると色が退色してしまいますので、食べる時にトッピングしていただくといいかなと思います。ところどころポイントがあって、ちょっと工程は長いんですけれども、フライパン一つで作ることができるので、ぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はパエリアを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok、こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで、今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。